カットしていく。いや、めっちゃ楽しい。うおー、すげえ。ジェットパック使用に。こんにちは、グリードです。いやー、めっちゃ寝起きですね。コールオブデューティーのアップデートのためにめっちゃ寝起きです。全く関係ないけど、再販でゲットしたガチャポンのこのズゴックめっちゃ可愛くないですか。はい、最近ですね、引っ越してその部屋の環境をね、まだ構築中なんだけど、こうエアコンのリモコンとか、あのティッシュとかさ、なんかちょっとしたものを収納できる、なんかデスク周り収納みたいなおすすめあったらちょっと教えてください。さあ、というわけで、コールオブデューティーモダンオフェア2ウォーゾーン、シーズン5開幕というわけで、このシーズン5中に新作の情報もね、発表されるらしいから非常に楽しみであります。そしてシーズン5ね、かなりいろいろ変わったらしいんですよ。まず見てください、この UI。 ウォーゾーンにモダンオフェアに、これは限定ルールかな、UI がすごく分かりやすくなりました。まあ今までがちょっと分かりにくかったんだけど。そしてコールオブデューティー4でおなじみのあのマップ、ストライク復活。そして限定ルールと新マップですね。そしてバトルパス、新武器来てますよ。 FFR ファマスですね。これフルオートの方だよね、バーストじゃなくて。モダンフェア系でこの形のファマス来るの初めてじゃないかな。でさらにワルサー2000まで来てます。最高。バトルパス買っとこう。あ、バトルパスはもう買ってあんのか。これブラックセル買っとくか。バトルパスのアップグレードですね。なんかいろいろスキンと、まあバトルパスが進むのと COD ポイントがねプラスでついてくるから、ちょっとこれにしましょうか。ほら、 IW のあの FTL だっけ、なんだっけ、あのワープするスペシャリストやな。これは次回作がもしかして近未来戦とかそういう。さあ、新武器さんどうかな。バンドルはめちゃくちゃか。お、弾まで専用の。オッケー、新マップ来たよ。おい、めっちゃ明るいぞこのマップ。おお、なんか昔の初代モダン2のキャンペーンでこんな雰囲気のステージあったような気がしてきたな。おお、あ、いいねいいねいいね、明るいし。じゃ、マップ外もめっちゃ綺麗。ほら、めっちゃ綺麗。なんでこんなマップ外作り込んでるんですか。さあ、ハマスの力を見せてくれ。オッケー、あの距離も全然いける。コンセプトというか、この武器の特徴としてはやっぱり他今までと一緒なの、レート高くて反動が大きい系だけど、わりかし遠距離もいけるな。で、そう、スライディングがなんか強化されたらしいんだけど、どうなんだろうこれ。今までよりはスライディング後の打ち出しが速くなってるかもしんないぐらい。スライディングキャンセルについてはまあいろいろご意見があると思うんですけど、まあ大体もうモダン系から始めた人はね、モダン1とか BOCW とか、まあスライディングキャンセルが絶対あった方がいいっていうね、特にウォーゾーンの人がそうかなっていう意見があるんだけど、まあでもゲームとしてはその教科書にないようなスライディングキャンセルっていうのがもうゲームとして必須になっちゃってるのが良くなかったんですよね、今までの作品。APEX のあのタップストレイフみたいに別にこう使わなくても別に問題ないぐらいのキャラコンだったらいいと思うんだけど、 COD の前のね、あのスラキャンに関しては絶対使わないと勝てないレベルで必須だったから、それが良くなかったんだよね。そんなん初心者とか普通の人がねプレイ しだして敵がさ、スラキャンばっかしてて、そりゃあやめる人も出てくるだろうし、ついていけない人が多いだろうし。 OK、 お次は限定ルール、ハボックですね。時間経過でなんか特殊能力が付与していくのかな。いきなり来た。そう、今日はこれを求めてきたんです。ローグラビティ空中戦 COD 復活や。ほら、うわー、若干ではありますが、皆さんどうですか。ほら、あの昔のあの COD の空中戦 COD みたいなジャンプが若干ですが、若干ホームランダーが飛んでる。で、このモードはなんかね、ランダムで特殊スキルがついていくんだけど、この低重力がつかない時もあるんですよね。うん、だからそこはちょっと運
わあいいね。なんかこういうパーティーモードさ追加してくれんのよ。いいよな。ヘイローとかこういうの多いんだけど、 COD ってなかなかなかったから面白いよこれ。ワンタップ、ヘッドショットで一撃切るか。これもしかして、やばいやばい、なんで生きてんの。あれ、ヘッドショット、ヘッドショット一撃、すごい僕硬いな。一旦逃げよう。ふわふわ、宇宙船 COD はな、すげえ e スポーツも面白かったんだけど、やっぱ一般的な作品として受けたかって言われると、そんなやっぱ受けなかったんだよね。売れなかったんだよね。やっぱどうしても楽しいけど難しすぎたし、普通の人からしたら。空中戦 COD が出た時もまあ賛否分かれましたよね。空中戦に適応できた人は残ったけど、そうじゃない人は全然やめてったしね。今思えばね、いきなりブーストを追加するっていうだいぶ思い切ったシーズンだったよな。 AWBO3 わー、おあ、着地時にちょっと衝撃波がある。 OK、 えこれ、あ、ホームランダーが飛んでる。これホームランダーのスキンに した方がいいな。やるんだったらホームランダーごっこした方がいいな。OK、 完璧な切り替え。これは何だろう、ガンランナー、あ、ガンゲームだ。これ武器多分キルした途端武器変わるやつだ。ホームランダーカット、スナイパーになった。 OK、 うまい。 OK、 ヘッドショットワンキル。これなんだ、こんなスナイパーあったっけ。ホームランダー、あ、ホームランダーがよし、そこいるね。あ、あ、スキルリセット、あ、低重力なくなっちゃった。アドバンスを UAV オンライン、わあ残念、低重力が。でこれは、アドバンス UAV が常時オンになるモードかな。え、3人称視点になった。え、マジでそんなのもあんの。能力だけじゃないの、まさかの視点まで変わんのこれ。まあ、待って、めっちゃ面白いやんこのモード。いや、やばい。おい、いいのかい、僕あの3人称視点のが TPS のが僕得意ですからね、実は。はいはい、ごめんね、このゲームのプロなんで、ね、ギアーズ・オブ・ウォー、フォートナイトなどで鍛えられた TPS 能力だから。いいね、アドバンス UAV 常時オン、いいな。これめっちゃ来るぞ、来い。まだこっちから迎えて、 OK、 さらにアドバンス UAV オンになってるから敵の位置は分かる。ホームランダーカットしてって、うわー、核呼びたかったな。待って、視点変わるのめっちゃ面白いやん。ちょうどな、スキンも新しくしたところだからな。はいはいはい、もうプロですからね。この滑らかな視点切り替え。ホームランダーもカット。待って、めちゃくちゃ面白いこのモード。ええー。これ、アドバンス UV 出てるけど、多分敵も映ってんのかな？どうなんだろう。敵も同じ条件だよね、多分。だからもう敵にもバレてるから、その辺注意しながら動いて動いて、あ、来た、うわタック5、タック9かこれ。うわ、待って、うわー、くそ。いや待って、アドバンスの UAV と、ゼログラビティ、ゼロじゃねえよ、低重力。残念。これは空中戦 COD をやってるかどうかでかなり実力が分かりますよ。 OK OK 僕は空中戦 COD 得意でしたからね。ほら、曲げんど曲げんど、わー、
カットしていく。いや、めっちゃ楽しい。うおー、すげえ。ジェットパック使用に。はい、これ追いかけちゃおう。ポイーン。はい、で一旦こっち行くか。ここ着地、ジャンプ、カット、で外周来る、ジャンプ。あ、これちょっとミスったかもしれん。いやー、無理かも。あー、これちょっともうこの専用モード欲しい。今はね、あの低重力ランダムだけど、この武器もなんか AW のバルに見えてきたな。最後のスキルか、リセットされないでほしいな。これ今んとこめちゃくちゃいいカードだぞ。低重力にアドバンスド UAV にシステムロールリロール。残念。ガンランナー、あ、来た。3人以上してん。あ、クランクドも追加されてる。クランクド、あの30秒以内にキルしないと爆散するモードね。で、移動スピードが上がる。オッケー、オッケー。これなんだ、武器が。おー、勝っちゃうのそれ。うわ、ショットガンか。今年28になるのにリアクションが変わってない。僕にやらせてくれ。あー、やったのかな。マジ8キル。なんか最近 FPS やるにしてもなんかこうガチガチだったから、こういう昔ながらのパーティーモードみたいなしね、ゲーム久しぶりにやったな。今シーズン中にあの新作の発表をゲーム内でするみたいなんで、ウォーゾーンとかかな。まあ、それもちょっと見ましょう。それでは、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。